先ほど名残の松原をご紹介しました。向こうに見えるのが名残の松原です。で、こちらは隣はこちら何の建物かと言いますと、鹿児島県の施設です。屋久島環境文化村センターなる建物があります。こちらも時間を潰されるときにちょうどいい、施設かと思います。屋久島のことがよくわかる、そういった施設ですね。入り口は裏の方にあります。ちょっと行ってみ周りを回ってみましょう。向こうが港ですね。見えますか？今高速艇が入るところですね。まもなくトッピー高速艇が入る予定になっております。今入ってきました、港の方にですね。じゃあこちらの建物をちょっと行ってみましょう。ずっとこういう壁になっております。この施設は20数年前にできましたですかね。屋久島のことが分かるというような施設です。実は屋久島が世界遺産になる前に環境文化村構想っていうのが鹿児島県にあったんですね。で、それと世界遺産とリンクしまして、数十年前に屋久島が白神山地と同じ時期に、世界遺産になったという、経緯があります。そういったこともあってこの建物を建てられたかと思うんですが、こちらが入り口、車はこちらから入ります。観光バスが入ってますね。入り口が見えてまいりました。こちらが入り口です。ここが入り口ですね。こちらが屋久島環境文化村センターです。どうか屋久島に来た際にはこの施設お立ち寄りください。本日は屋久島宮之浦文化村センターからお伝えしました。本日もありがとうございます。